今から西表島に行ってきます。痛い、どこ行くの。こんにちは。11月の初め、私たちは3泊4日の西表島旅行へ行ってきました。福岡から那覇経由で石垣島へ向かいます。パイヌ島、石垣島空港へ到着。フェリーに乗るため、石垣島空港から石垣島港離島ターミナルまでバスで向かいます。今からバスに乗ります。空港からは石垣島港離島ターミナルまでのノンストップバスが運行しており、約30分ぐらいで港に到着します。この日の石垣島の気温は約30度。石垣港離島ターミナルに着きました。船の時間までちょっと時間があるので、今からランチにしようと思います。離島ターミナルの近くで見つけたお店、サバニ船。夜は美味しそうな海鮮居酒屋でランチ営業もしています。はい、オリオンビール来ました。どう？美味しい？うまい。さっぱりしてる。はい。マグロのユッケ丼頼みました。美味しそうで新鮮な感じ。マグロが。お味噌汁。いただきます。自分は天ぷら定食を頼みました。天ぷらとお刺身がついてて豪勢です。ニンニク醤油でつけたようなマグロのつけ、おいしい。この離島ターミナルからは西表島のほか、竹富島や小浜島など八重山周辺の離島と石垣島を結ぶ船が発着しています。お昼ご飯の後はアイス食べます。ブルーシールアイスで紅芋とバニラのソフトクリーム、これがパインとココナッツのアイスクリームです。いただきます。うまい。おいしい。パインとココナッツがめっちゃ美味しい。なんか匂いすごい、ココナッツの、ね。うん、いつもパイン頼んじゃう。美味しい。石垣島出身、具志堅用高像の前でパシャリ。走行していると西表島上原港行きのフェリーが到着しました。さあ、約50分ほどの船旅です。行ってきます。上原港に到着しました。西表島には離れたところにもう一つ港があるので、乗り間違えないように注意です。滞在先の送迎バスに乗ります。今回は自動販売機、ショップを含めペットボトルの商品の販売を行っておりません。この後の島でのご滞在お楽しみくださいませ。今回の滞在先は星野リゾート西表島ホテル。エントランスはアジアンリゾートを思わせるような雰囲気で、ガラス窓から光が差し込んでとても開放的です。ロビーの目の前には宿泊者が無料で利用できるプールがあります。プールサイドにはデッキチェアがたくさんあるので、寝そべってゆっくりしたり、プールで遊んだり、ホテルステイも楽しめそうです。4階の客室へ向かいます。
客室の廊下は屋外にあるので、セミや鳥の声がにぎやかです。お部屋の前に到着。ドアや部屋番号の札も雰囲気があります。鍵はオートロックでした。今回私たちは最上階にあるスーベリアツインのお部屋に泊まりました。入り口はとても広く、大きな荷物の運び入れも問題なし。入り口の左側にはこちらがウォシュレット付きのトイレ、そしてもう一つ隣には洗面台と浴室。西表島ホテルはエコロジカルな運営に取り組んでいるため、歯ブラシやヘアブラシなど使い捨てのアメニティがありません。お部屋はとても広々としていて、この東南アジアな雰囲気が異国感漂います。ダークブラウンでまとめられた家具が素敵です。ベッドの広さも問題なく快適に眠ることができました。ヘッドボードにコンセントがついているのは嬉しいポイントです。ベッドの向かい側にはテーブルと椅子、そしてデイベッド。普通のホテルではなかなかデイベッドって見かけないですよね。テレビボードの扉を開けると、左側には食器類とケトル。食器類はガラスのコップとティーカップがそれぞれ4つずつありました。右側には小さな冷蔵庫がありました。お水が用意されています。ちなみに近くにコンビニはありません。小さなデスクと鏡があるので、お化粧をしたりパソコン作業をすることもできます。タブレットが置いてあるので、ここから内線をかけたり、西表島の情報を見たり、ランドリーの空き状況なんかも確認可能です。窓際に置いてあるデイベッド、日中休憩したり窓の外を眺めながらゴロゴロするのにとっても最適でした。光が差し込んでいるベランダの扉を開けてみます。はい、目の前には木々がもりもり、そして耳を澄ますと波の音が聞こえます。ホテルの目の前はビーチがあるので、お部屋からも波の音がしっかり聞こえてきます。ベンチとテーブルもあるので、海の音を聞きながら読書をしたり飲み物を飲んでゆっくりするのも良さそうです。なんか説明して。ラテアートができたから、カプチーノに西表山猫のシートを乗せました。ラテアート作ってみました。プールサイドでまったり中、最高です。ホテル敷地内のジャングルエリアに入ったところに、秘密の場所ジャングル基地があります。途中ハブに注意という看板があり、めちゃめちゃビビりました。先ほどのプールサイドの雰囲気とは趣がガラリと変わります。ジャングルをめぐる散策路になっていたり、西表島に関する図鑑や絵本が置かれたライブラリー、コーヒーや紅茶を飲みながら一息つけるスペースもありました。撮影ができていなかったのですが、その他マップエリアというエリアには大きな地図に QR コードが貼り付けられており、島のディープスポットの情報が得られるそうです。何か見えますか？木が見えます。楽しみにしていたサンダウナーの時間、17時から18時の夕日が沈む時間帯に、プールサイドでスパークリングワインやノンアルワイン、ナッツやスナックなどを振る舞ってくれます。この日は合わせて泡盛を振る舞うイベントも行っていました。ホテルのプライベートビーチである月ヶ浜に行って、ドリンクを片手に夕日を眺めながらくつろぐ作戦です。ビーチチェアも無料で貸し出しをしてくれます。ここ月ヶ浜は西表島の中でも最高の夕日スポットと言われているそうです。太陽が海に沈んでいくキラキラした時間は本当に忘れられません。サンダウナーの開催時間は時期によって変わりますので注意してください。乾杯。はい。はい。
テルで夕食を済ませた後は、事前に申し込んでいたジャングルナイトツアーに参加しました。ツアーバスがホテルまでお迎えに来てくれます。さあ出発です。コオロギみたいなやつがめっちゃ鳴いてます。すごい音。西表島にはいろんな種類のカニが生息しています。これはツアーで比較的よく見かけるベンケイガニ、これは絶滅危惧種のヤシガニ、陸上で生活する最大級の甲殻類として有名で、ヤシガニを見れたのはラッキーだそうです。とっても大きくてのっそのっそ。おはようございます。西表島2日目の朝です。今日は朝早くからトレッキングとカヌーのツアーを申し込んでいるので、早めの朝ごはんを食べに行きます。朝ごはんはホテルの朝食ビュッフェです。お料理はどれも美味しく、新鮮な野菜やその場で作ってくれる出来たてのフレンチトーストなどもあり、和と洋豊富なメニューが揃っていて、毎朝食べても飽きませんでした。今日はピナイサーラの滝壺と湯布島までの水牛観光コースです。ピナイサーラの滝壺へ行くには30分から40分ほどカヌーを漕いで、その後さらに30分ほどトレッキングで到着します。個人で行くには危険なので、ツアーを申し込んだ方が良いと思います。初めてのカヌー体験、ドキドキです。進んでる、ぶつからないようにカーブ調整しや。それ左だけ、うん、痛い。一生懸命オールを漕いだので腕が疲れた。カヌーの後は亜熱帯のジャングルをトレッキング。これね、実際昔の人がこれを木を四角に切り取って、この根っこのとこを取ってまな板に、ね、使っていた場所と言われています。先島木登りトカゲを発見。かなり険しい道をずんずん進んでいきます。植物は根っこや枝や葉っぱ、すべてが大きくて本当に圧巻です。ピナイサーラの滝壺に到着しました。この滝は沖縄県で最も大きい54メートルの落差を誇ります。西表島で最も有名な観光地の一つです。ピナイはヒゲ、サーラは下がっているという意味だそうです。滝がヒゲのように垂れ下がって見えますね。風が吹くと滝がカーテンのように舞っていて、とても幻想的でした。滝壺へダイブ。滝壺は泳ぐことができるので、洋服の下に水着を着用しておくといいですよ。テナガエビを見つけました。小さくて可愛いです。私は泳ぎが苦手だし、滝壺は深そうなので膝まで浸かるぐらいにしとこうと思ったら、冷えた体に甘いサーターアンダギーとコーヒーは最高です。左行くんやで、どこ行くの？なあ、でどこ行くの？ピナイサーラの後はツアー会社の事務所でシャワーを浴びてすっきり。ツアー後半は水牛車で湯布島まで渡ります。西表島と湯布島を行き来する水牛車乗り場があるので記念撮影。バス停ならぬ水牛車停では、水牛ちゃんのメンバー紹介や水牛の一日などを見て待機します。
湯布島から水牛が続々と西表島に戻ってきました。牛が海を渡る光景は普段絶対に見れないのでとても貴重です。水牛はお目目がくるんとしていてとっても可愛い顔をしています。この後また湯布島に渡らないといけないんだよね。働き者です。お疲れ様。私たちは16番の水牛車で渡ります。島から島の距離は400メートルほどで約15分ぐらいで湯布島に着く予定です。働き者ゆいちゃんの大爆走であっという間に湯布島に到着しました。ちょっと甘やどりがてら甘やどりがてらご飯を食べます。湯布島にあるお土産物屋兼食堂に入りました。湯布島でお昼にします。ソーキそばを頼みました。ソーキが大きいのが2つ入ってて美味しそうです。いただきます、この味この味。湯布島でオリオンビール飲んでます。美味しいですか？美味しいです。ここは島全体が亜熱帯植物園と言われているそうです。お花がとても綺麗です。ガイドさんおすすめのカフェ、湯布島茶屋に行ってみました。西表黒糖、泡盛、シークワーサーなど、この土地ならではのジェラートがたくさんあります。湯布島でジェラートが美味しいお店、湯布島ジャイアでジェラートを買いました。こいつが石垣ミルクとエリオモテミルクのジェラート、こちら石垣ミルクとシークワーサーソルベリー、いただきます。美味しい。うまい、うん、石垣ミルクめっちゃ美味しい。びっくりしました。ソルベはソルベリー、あ、爽やか、最高の組み合わせ。湯布島は島一周が2キロほどなので歩いて1時間ほどで全て回ることができます。今からブーゲンビリアガーデンに行ってみます。温室の中には赤やピンク、オレンジなどビビットカラーの鮮やかなブーゲンビリアがたくさんあって南国感満載です。茶色地に黒いギザギザ模様、サキシマハブを発見しました。ハブを見たのは初めてでしたが、ニョロニョロと動く姿、なんだか背筋がゾワゾワしました。夕ご飯のお店市高に到着。事前に伝えておけば近隣のホテルであればお迎えに来てくれます。西表島では超人気店で予約必須です。お店が一番力を入れている薪窯で炊く本格的なピザや、西表島産のイノシシ肉、新鮮なお魚を使った一品など、ここでしか食べられないメニューが揃っています。絞ってみて。こういうのめっぽう苦手なんだよ。結構簡単に絞れるんや。結構柔らかい、うん、
ぶれてるのかな、ちょっと開けていい、おー、すごくない、綺麗やね、ね、入れてみようか、はい、これはうまいやん、美味しい、なんか甘みがパインしかないはずだけどすごい甘い。聖イカの黄身醤油和え、イカがもちもちねっとりしていて新感覚でした。ここに来たら絶対外せないのが琉球イノシシメニュー、私たちはイノシシのユッケを頼みました。ちょっとだけいただきます。臭みがなくて牛肉よりもちょっと硬いけど美味しい、あ、全然臭みない、脂が甘い、はい、タコスビスマルク、ビスマルクのタコスバージョン、いただきます。なんか後ろに石窯があってそこで焼いてました。うますぎる、うまい、美味しい、チーズとトマトとタコスが美味しい。西表島3日目の朝です。今日もホテルの朝ごはんから1日が始まります。早朝から行動する人が多いのか、レストランは早い時間でも結構混んでいます。朝食を済ませた後は早速お出かけです。今日はツアーではなくレンタカーを借りて個人で行動します。まだ7時半ぐらいですが日差しが強く、西表島はまだまだ夏です。レンタカーを借りました。Let's go. 今回の旅初のレンタカーだね。うん。ちょっと待って、これ違うとこ行ってんな。ゆっくりいいよ。全然違うとこ行ったな。ちょっと待って。今日はジャングルクルーズに乗ってトレッキングをしますが、その前に朝スーパーに行ってお昼ご飯を買いに行きます。あ、着きました。スーパー。西表島にはコンビニがありません。お買い物の際はスーパーや商店、ホテルの売店のみとなるため、事前に営業時間を調べておくのが良いと思います。上原港近くのここスーパー川光は朝の7時から夜9時まで年中無休で営業しており、食品や日用品など生活必需品は揃っています。スーパー川光でおにぎり、そぼろのおにぎりとポーク卵おにぎり買いました。これは沖縄っぽいね。うん、トレッキング中のお昼ご飯に食べます。スーパーから10分ぐらい移動しました。ジャングルクルーズの船乗り場に到着です。浦内川遊覧船乗り場、車以外であれば最寄りの駅までバスが出ていますが、本数が限られているので事前に時刻表で確認していくことをお勧めします。駐車場から続く道を奥へ進むと受付があるのでチケットを購入します。事前予約は不要ですが、出発の10分くらい前には到着しておいた方が良さそうです。チケット代は往復で3000円でした。私たちは9時初の船で出発します。ジャングルクルーズは1日約6便程度なので、こちらも事前に時刻表を確認して予定を立ててみてください。それでは早速船に乗り込みます。ジャングルクルーズスタート。浦内川の下流から遊覧船に乗って30分ほどすると、鹿
川の中流にある終点の軍艦岩まで着きました。このまま再度遊覧船で下流に戻るコースもあれば、船着き場で下船してトレッキングでマリウドの滝やカンビレーの滝に行くことができます。道が舗装されているので個人でトレッキングを楽しむことができます。水は透き通っていてとっても綺麗でした。私たちは戻りの時間を船のスタッフさんに伝えてトレッキングを開始。日本の滝100選に選ばれたマリウドの滝と神の座と呼ばれるカンビレーの滝に向かいます。まずはマリウドの滝を目指します。小さめの滝がありました。まだ目的地の滝ではありません。この展望台から 2,3 分歩くとマリウドの滝に到着します。船着き場からマリウドの滝までは30分ほどかかります。マリウドの名前の由来は、マリは回ること、ユドゥはよどみ、丸いよどみを意味するそうです。滝のそばまでは行くことができず、遊歩道の柵越しに滝を見ます。そしてドローン撮影の許可を取ったのでドローンでも撮影してみました。マリウドゥの滝は先ほどジャングルクルーズで進んできた裏内側にある滝です。大きな楕円形の滝壺を持っていて、長い方が130メートル、短い方でも80メートルほどの大きさがあります。ちなみに裏内側は沖縄県で最も長い河川で、マリウドゥの滝はその中上流部に位置します。落差は16メートルほどとそれほど大きくありませんが、2段に分かれています。この後向かうさらに上流にあるカンビレーの滝とともに、西表島の代表的な観光スポットです。マリウドゥの意味は、マリは丸い、ユドゥはよどみということで、もともとは滝ではなく滝壺の名前だったそうです。ここは西表島の中でもツアーガイドさんなしで個人でトレッキングができる数少ないスポットなのでおすすめです。ちなみにこの辺りはスマホの電波は全く届かないのでお気をつけください。周辺は緑であふれていて、木製のシダがたくさん生い茂っています。さらに15分ほど歩いてカンビレーの滝に向かいます。とにかく緑、足元はあまり良くないので、天気の悪い日は滑ってこけないようにご注意ください。やっとカンビレーの滝に到着しました。とってもダイナミックな景観が広がっています。今まで見たことがない、幅がすごく広くてなだらかな滝でした。カンピレーの滝でお昼ご飯にします。ポーク卵おにぎり、スーパーで買ったおにぎりです。いただきます。おいしい。おいしい。お腹減ってるので格別です。これよくあるあのポー玉みたいなやつか。うん、沖縄で有名なやつ、ポー玉おにぎり。岩の削られ方がすごいね。全部水で削ったよな。水の中には魚がたくさんいました。この斑点模様のある魚はオオクチユゴイといって、南国の亜熱帯地域に生息している魚だそうです。カンピレーの滝は川底の高低差が少ない滝が約200メートル数段にわたり続いています。周辺には多数のポットホールがあり、その直径は最大60センチに達します。ポットホールとは川底や川岸の表面が硬い場合、
表面に割れ目などの弱い部分があると、そこが水流による浸食のためにくぼみとなります。そのくぼみの中に小石が入ると、下流によってその小石が回転し、丸みを帯びた円形の穴に拡大します。自然が作るとても神秘的な現象です。この滝を含む浦内川上流一帯は聖域で、このカンピレーの滝付近はその中でも最も聖なる場所とされているそうです。カンピレーとはカンピライのことで神々が交際するという意味や、神が座るという意味のカンピリが変化したものという説もあるそうです。13時発の船に乗って駐車場のある下流まで戻ります。その後は車で1時間ほどドライブ。本当に毎日快晴が続いていて最高です。西表島の道路はずっと片側一車線、ところどころに山猫飛び出し注意の看板があるのでお気をつけください。馬巻とは馬を遊ばせる場所という意味だし。誰もいませんでもあの滑り台登りたい。メインシンボルの山猫の滑り台。うん、山猫の滑り台ちょっと登ってみようかな、うん、行くよ。そこ走らな無理やね。すごい降りてください。そう早いでしょ。やばいでしょ。めっちゃ早いんだよ、はい、今からホテルに戻ります。この辺りはサトウキビ畑がたくさん広がっていました。ザワワザワワ。今から西表島で最後の夜ご飯に行きます。キッチン稲葉というところに行きます。ホテルからすぐ近いね、うん、風見パスタっていうカニのパスタがすごく美味しいらしいです。行ってきます。ホテルから徒歩5分くらいのところにあるキッチン稲葉、西表島でとても人気のお店です。席は予約でほとんど埋まっているので、必ず予約していくことをお勧めします。メニューは沖縄の定番料理のほかに、お店自慢のガザミパスタ、そして琉球イノシシのメニューもたくさん揃っています。最初は琉球イノシシのたたき。とても新鮮で臭みは全くなく、赤身と脂身がちょうど良いバランスでした。アダンの新芽天ぷらです。アダンは地元では有名な食材で、タケノコのような柔らかい食感でとっても美味しかったです。待ってました。ガザミパスタ。いや、爪でか。カニの身がたくさん詰まっていて、トマトクリームパスタとの相性も抜群です。でか。え、どうやってほぐすのだ？おお。キッチン稲葉で、ご飯食べたのでホテルに戻ります。はい、全部美味しかったです。ごちそうさまです。星がすごく綺麗だね。映らないと思うけど、映らんけど綺麗やね。もう私はこの旅行で一番感動したのはこの星空の綺麗さかもしれません。周りがプラネタリウムみたいに星で囲まれていて、海辺で寝そべってみる星空は本当に最高でした。旅行4日目、最終日の朝です。今日もホテルの美味しい朝ごはんを食べて腹ごしらえ。夫は毎日納豆3個食べてたな。おはようございます。西表島最終日は星砂の浜というところに海水浴に行きます。
なんかシュノーケリングに最適な海らしいので、お魚さんたくさん見てきます。行ってきます。ホテルから車で5分くらいのところにある星砂の浜、ビーチに星の形をした砂があることから星砂の浜と呼ばれています。朝は潮が引いています。波は穏やかで、遠浅の海岸なので海水浴やシュノーケル初心者、お子さんにもぴったりです。今からシュノーケリング行ってきます。うん、うん、顔つけてみ。どうしたの？顔上げたらいいと思う。できるかな。うん、できるできる。海に潜った瞬間、色とりどりの綺麗な魚やサンゴ礁がたくさん。シュノーケリングは今まで経験したことがなく、とても恐る恐るだったのですが、海の中が美しすぎて目が夢中で泳いでいました。食べるととっても美味しいシャコガイも発見。目の前に広い水族館がずっと広がっている感覚で最高です。にも隠れクマノミをどうしても見つけたくて、目を凝らして探していたら2匹見つけました。ずっとこのイソギンチャクのお家から離れずにちょこちょこ動き回っていて、とっても可愛かったです。シュノーケリングの後はホテルでシャワーを浴びて空港のある石垣島へ向かいます。夜は星の光しかない西表島で生き物を探したり、ハブを見つけて背筋が凍ったり、働き者の水牛を応援し、マングローブの中を必死にカヌーで進み、ピナイサーラの竹でパワーをもらい、滝壺にダイブし、巨大ヤマネコから滑り落ち、美味しいジェラートを食べて、完熟パイナップルに感動し、初めて食べたイノシシに驚き、絶品ピザも楽しみ、巨大カニ爪のパスタも頬張り、3泊4日じゃまだまだ足りないくらい本当に楽しい旅でした。アウトドアが苦手な私でも驚くほど楽しかったので、皆様の旅先の参考になればと思います。動画制作の励みになりますので、この動画がいいなと思った方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。